はい、日進月歩、日に日に絶えず進歩するということ、進歩の度合いが急速すること、日月は日に日にそうなっていくと、ここでは進歩という一つの単語を二つに分けて、日にし月に進歩するという意味を表しますということで、三章と神明会四字熟語辞典、学研四字熟語辞典、物事が日々絶え間なく速いスピードで進歩する様、大事線、日ごと、月ごとに絶えず進歩することということですね。類義語、日周月照、日進月移、対義語、旧対以前ということでございます。ということで、日進月歩ということでね、まあ、過去にもしかしたら紹介してたかもしれないですけど、あんまりその辺ちょっと記憶がないんでね、まあ、もしあったらすいません。ということで、今回の動画は以上となります。多分紹介してないとは思うんですけどね、まあ、その辺あんまり本当に記憶がないんでね、まあ、かぶってたらかぶってたら、まあ、まあ、それはしゃあないとしてね、まあ、次の動画ではまた新しい四字熟語を紹介できればと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお会いしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。